おお。すごいね。ゆうじ寝るまで寝れない。いや、俺は寝るよ、もうちょっとしたら。眠いよね、さすがに。で、もうちょっと付き合おう。付き合うってか、もうちょっと付き合って。今ね、ホテルにいるよ。明日、ちょっと朝早い仕事でね。福島ラーメン食べに行きたいね。ねえ、もうちょっと寝ない。今度めちゃくちゃ長くやる人とかいるでしょ。え、だから優作君帰っちゃったのよ。 隣にいるのは、マネージャーの成田君と篠原君がこのインスタライブに隣にいるのに参加してる。 なんかみんなにさ、ちょっとここだけで言える情報ないかな、なんかないかな。あれはあ、中国のファンなの？こんにちは。シェシェ。我是非常有人。人道都计较。なんか一個ぐらい。あ、あれは？あのさ、アベマ、あれ言っていいの？8日？8日知ってるね。4月8日にアベマでやるんだよ。トークライブを。場所は一応都内某所なんだけど、一個だけ教えといてあげる。じゃあ、トークライブする場所は船。だから船でトークライブをして、もしかしたらどこかに現れるかもみたいな感じ。そのぐらいかな。そうそう、船はどういう船かはちょっと言えないけど、あ、8日見れないか。でもなんか再放送とかあるんじゃないかな。あるよね。すごいね、こういうの。でも最近ね、東京湾じゃないかな。フェリーとかすごい客船とかだったらいいんだけど、そんなんじゃないかもしんないね。横浜に流れ着く。東京だって言ってんのに横浜に流れ着くの？横浜はね、ない。横浜は今回行かない。この間大桟橋行ったし。そう、東京都。見て見て。おお、すごい、もう、すごいな。これ全国各地だもんな。手漕ぎボートは、まず、サブリーダーのもうクレームが出るよね。仮にそれを俺、提案したら。やるかよって言われちゃうよね。玉川じゃない。お台場、これ以上ちょっとやめようか。俺多分もう言っちゃうな、これ。我慢できなくて。もうみんな嫌がってるわ。もう勘弁してくれっていう。なんか、ないの？あと情報なんだっけ？なんかなかったっけ？なんか、目のシワが好き？もう本当にもう笑いすぎて、もう 年とともに目尻が深くなってくるわ。ああ、これ、あ、これ言おう。これ言ってないんだろ、まだ。これね、これ今日この1万3千人だけ教えてあげるわ。イコールって曲あるでしょ？イコールの曲の、PV をね、作ってくれたの。みんなが。なんか曲聴いて感動して。それで、曲の、あ、PV っていうか、今 MV だね。イコールって曲の MV を、今日、朝4時？朝4時ぐらい、朝4時ぐらいに解禁するんだって。これ、ひどいね。情報解禁のなんか、ルール無視だね、これ。でも、そう、だから、いいよ、無理しなくていい。一回、まずみんな、これ終わったら寝よう。仕事あるし、俺も寝るし。で、起きたら見よう。だから、もう無理して、その4時までこのまま起きなくていいし、もちろん俺もう4時まで起きてないから。
そう、朝じゃ早すぎるじゃんね。だからそうしよう、そうしよう、そうしよう。明日はジップとだからポンポンも出るからちょっとアルバムの話、もっとアルバムの話、アルバムとアルバムの話をしようよ。で、なれたらお願い、コーヒー入れてくださいもうコーヒー、その分かる、そのコーヒーマシーン、そう、ポン。あ、立ってアレンジした経緯、あ、そういうのいいね。立ってアレンジした経緯はもうやっぱりさ、こうライブでやっていって、もともと弾き語りだったでしょ。でもどんどんこうバンドとやっていくうちに、うん、なんかすごく曲が成長していく感じがしたわけ。それでもちろん、うーん、そうだな、こうライブの、まあ本当ホールツアーとかでやってた形で収録してもよかったんだけど、でもやっぱりなんかさらに先に進んだ形をどうしても示したくて、あの、そういう風にしたの。パーマかけてねえし、これテンパだから、これほっとくとこもこんなんよ、こんなすごい、もう髪切り行くと、もうあれだもん、切るっていうか、もうすなんか植木みたい、すくだけみたいな。ありがとう成田、すいません。成田が最初ね、あの、事務所に入ってきてね、一番こういいなと思ったのはね、コーヒーを入れるのがとにかくうまかった、成田のコーヒー。あとスニーカーが綺麗だった、いつも。篠原最初入って、マネージャー篠原入ってきた時はね、最初髪にピンつけてたんだ、ピン、なんか極戦の影響かいや分かんないよ。とはいえね、あの、僕も高校生の時フェミオでしたから、その人のことはあんま言えないけど、あのね、篠原ピンしてたね。あべ、当たった、あ、ね、めちゃ終わっちゃったよね。ね、悲しかった、せっかく曲作ったのにね。でもまあ始まりがあれば終わりもあんだよね。うん、でも本当お疲れ様でした、めちゃイケの皆さん。めちゃイケもそうだしさ、やっぱあれだ、やっぱとおかげ、皆さんのおかげでしたも悲しかったね、俺的には。世代だからね。あ、この間、その、これは世代の人しか分かんないけど、トンネルズに出てくる、あの、タカさんがやる大石っていうキャラクターがあるわけ。これ、あの、フジテレビいる本当のスタッフの人で、石田さんっていう人なの。で、その石田さん、大石と、まあ結構俺、仲良くなったわけよ、もうな、もう何年か前から。で、大石がどうしても、あの、20周年の MA1 が欲しいって言うから、まあ、まあ、プレゼントしてあげたわけ。で、それを、あの、写真を撮ったら、今度、それを、インスタにあげるんで、お楽しみ。今日見た人は、あの、コメントするように待ってて。いいよ、他になんか質問して、していいよ。もうちょっと時間あるから。コーヒー成田入れてるし。なんかあるかな？うん。服装見せて。服装？いいよ。これ、あ、これ、今日着てた服。私服。これはね、最近気に入ってる日本のブランドで、これ、ファセッタズムっていうブランドなんだよ。こういう風になってるんですよ。日本のデザイナーの人がやってて、そう、日本のデザイナーの人で好きなのは、あ、ありがとう。成田ありがとう。ありがとう、サンキュー。日本の人で好きなのは N ハリと、最近はファセッタと、あとは熊谷さんのとこか、あれアタッチメント、そう、アタッチメント、その3つ結構好きだね。やっぱ成田のコーヒーうまい、やっぱうまい。なんだろうね、
今何時？え、好きなドラゴンボールのキャラクター？なあ、これは悩むね。好きな、一番かわいそうだと思うのはヤムチャだけどね。結構最初華々しく出てきたのに、なんか最後すごい扱いが悪くなるよね、ヤムチャ。最終的にブルマと付き合ってたのに、ブルマもだってベジータとそのできちゃうわけでしょ。そう、やっぱちょっと寂しいよね。誰だろう、でも一番好きなの誰だろう、誰だろう、すごい悩むな。誰だろう、こういう時やっぱさ、なんかこういう時ってさ、悟空って言えない空気がない。で、悟空だよ。ルフィだし。あとなんだろう、じゃあスラムダンクで好きなキャラクター。むしろ聞くよ、タオパイパイ。タオパイパイいいね、タオパイパイ。亀仙人もね、扱い最後悪くなっちゃうよね。いいよ、スラムダンク。お、すごい、日本じゃないかと思う。ルカは、りょうちゃん、宮城、ミッチ。まあミッチ、俺ミッチだな。安西先生、どこが好き、逆に。ミッチね。俺はね、ジン。でも海南のジンが好き、結構憧れてた。ミッチは泣くよね。うん、確かに。まあ仙道ね、いいよね。ワンピース、難しいな、難しいな。うん、言ってること正しい、安西先生。なるほどね。あ、ナルトってごめん、実は読んだことない。最近がキング、え、最近キングダム歌って歌わないでしょ。あ、エースね、確かにエース。キャプテン翼古い、なんかいいのか、どう思う、そのなんだろう、やっぱ俺の世代のジャンプの話ともうみんなのジャンプの話違うからさ、なんかこうジャンプのことを話せば話すほどその自分のおっさんさをなんかこう痛感するんだよね。うん、大きいね、大きいは確かに。あ、俺ゴールデンカムイ読んでるよ、ゴールデンカムイ読んでる。あれ、あれドラマ化されちゃったけど、あれ読んでたんだ俺。あのなんだっけ、た、僕たちが、いやいや僕たちがやりましただっけ。 あれちゃん、あれ結構ドラマ化される前にちゃんと見せて。でもね、漫画読まなくなったね、昔。やっぱ本の方が多いね。あ、今気づいた人もいた。このコーヒーが、このコーヒー飲み終わったら寝ようね。でもなんで寝る前にコーヒー飲んじゃったんだろうね。寝れないじゃんか。何すんだよ、お前、成田。筋肉マン見せて、もちろん見せた。俺はね、もう、これはね、好きな、まあ、漫画もいいけど、君たち、漫画もいいけど、ちゃんと活字も読みなさい。ロッキー4の2万字もくじけずに読みなさい。ちゃんと、結構腹割って話したから。こう、活字離れが今多いから。もちろん俺もやっぱ、漫画で育ったし、活字離れしてたんだけど、こう、まさかこれ、